レッツリライフ、トムハルキです。おはようございます。現在が3月24日の朝8時48分でございます。少年ウェイ。今日はね、少し久しぶりにモーニングルーティーンを撮っていこうと思うんですけど、ちょっと趣向を変えて今回はいい匂いになりたい日のモーニングルーティーン。ということでね、やっぱ男たるものいい匂いでいたいじゃないですか。まあ誰でもそうだと思うんですけど、特に学生はさ、同学年の女子と関わることが多いと思うんすよ。そうだよね、メンズのみんな。そんな時さ、やっぱ少しでもいい匂いでいたいと思うわけじゃないですか。もう俺はそうなんすよね。いい匂いでいたいんすよ。で、今回提供元のアックスさんも、香りは第ゼロ印象っていうキャッチフレーズを使ってるように、匂いって結構重要なんですよ。最大限自分からいい匂いがするように朝を過ごしていこうと思います。というわけで今回はいい匂いになりたい男のモーニングルーティンです。自由にやっていこう。まだちょっと目覚めん。よし。うえ、天気よ。うわ、色味よ、わ。ピッ。オーケー。天気よい。天気と花粉がきついんすよね。すでに鼻水出るし。友達がタンプレにくれた織田信長がパソコン持ってるコップ、可愛くね。あー、うまい。はい、薬飲んだ後はね、いつも風呂に入ります。まあ風呂というかシャワーを浴びます。まあ、普段はね、寝癖直しとあと眠気覚ましのためにシャワーを浴びるので、特にね、なんか、まあ、顔は洗いますけど、それ以外特にどっか洗ったりとかはしないんですよ。ただ今回、いい匂いになりたいですよ、俺は。いい匂いになりたい。シャワー浴びるだけだとね、まあ夜中にかいてる汗とかを流して、ゼロにはなりますけど、プラスの匂いはつかないですよね。で、今回アックスさんがボディーソープもくれたんですよ。ちょっと今回それ使ってこうかなと思って。で、4種類もくれて、どれ使おうかなってなってるんですけど、パッケージがね、かっこいいんですよね。で、これがパウダリーフローラルの香り、これはね、クールマリンの香り、アクアグリーンの香りで、最後がウッドバニラの香り。うわ、迷うな。軽いテイスティングの結果、今回はこのウッドバニラの香りでいこうと思います。いや、俺人生でね、そんないい匂いがするボディーソープなんて使ったことないから、ちょっとワクワクする。いや、いたんすよね、学生の頃。まあ、今も学生ですけど、なんかね、中高の頃いたんすよ。なんか知らんけどね、体からめっちゃいい匂いする男子、めっちゃ羨ましかった。ちょっと風呂入るわ。いやー、今回ちょっとアックスさんから提供もらってるんで、ここは出せないかなって思うんすよね。うん、多分出せないっすね。行ってきまーす。ふーん。匂いよ。普通に全身これで洗ったんですけど、残るね。定着する。でもそんなにきつすぎない。宣伝文句通り、自然に香るっていう。今日の気温が、10度。ヒートテックは着ます。最近ね、18度を超えてたらヒートテックは着ないっていう判断基準です。よし、歯磨き徹底的にやろう。普段の2倍は磨いたわ。髪の毛、あっちあっち。
あっち、頭皮が焦げるかと思った。オッケー、髪の毛のセット終わった。最近ね、後ろを伸ばしてて後ろがぺったんこになりがちっていうのもあってワックスをしてます。こんな感じですね。適当です。ぽいーん。現在の時刻が10時5分、1時間ぐらいやってますね。で、俺普段全然朝ごはん食べないんですけど、最近ね、このプロテインをの飲んでます。朝何もお腹に入れないのはね、よろしくないと思うんで、まあこう、せめてもの一杯的な感じです。毎回ちょっと口の中がね、気持ち悪くなるんでお茶飲みます。ポポポポポポポ。風呂も入って歯磨いて髪の毛もセットして朝ごはんも食べて最終ステップです。俺はいつもね、全ての準備が終わってもう出れるよっていう時になってから香り付けをします。で、今回はアックスさんからこちらアックスのフレグランスボディミストをいただいたので、こちらを使っていこうと思います。やっぱね、いい匂いいい匂いって言ってもね、きつすぎる香りっていうのはいくらいい匂いでもいい印象を与えないと思うんですよ。まあそういうのが好きって方もね、もちろんいると思うんですけど、俺個人的には自然にいい匂いだなってなるぐらいの香りが好きなんで、このボディミストもさっき使ったボディソープと同じで自然に香るっていうのをコンセプトにしてるのでちょうどいいと思います。で、今回いただいたのはサボン、アクア、シトラス、この3種類でございます。自分がこの匂い好きだなって思うドンピシャの匂いと出会えると思います。じゃあ実際にね、使っていこうと思います。今回はこのサボンを使っていこうと思います。使い方はね、裏に書いてあるんですけど、普通の香水と変わんないっすね。だいつも俺がつけてる方法でいきます。で、こう擦らずになじませて、首もこうなじませてって感じですね。うわ、めっちゃいい匂いする。うわ、めっちゃ石鹸、めっちゃ石鹸だ。男から香っててもね、何の違和感もない匂いがしますね。ちょうどリビングに妹がいたんで、現役 JK のね、意見をね、じゃ聞いていこうと思います。腕こうやって匂いどうって言ってきたいと思います。ちょっと嗅いでほしいんだけど、どう？爽やか系？女子からの評価はどうですか？いいんじゃない？いい？変に男が甘いのつけてるより絶対。あ、本当に？いいと思う。あ、いいと思いますか。リアルな感想でした。妹寝起きだったんでね、詳しい感想もらえなかったけど、とりあえずね、女子高生からもいいんじゃないって言われたんで、いいと思います。アックスはあなたがあなたらしく一番魅力的な自分自身でいられるよう背中を押すというブランドメッセージがありますとあるんですよ。ほう、あなたがあなたらしく自分自身で、これはフリーライフだよね。あ、はい、というわけで今回はいい匂いになりたい日のモーニングルーティーンでございました。いかがでしたでしょうか。マジでね、キャッチコピー通り自然に香りますね。普通の香水ってつけたばっかの時にこのつけた部分にさ、顔超近づけて嗅ぐと、うわっ、こってなるじゃん。全然嗅げるんすよね。まあ、だからといって全然匂いがしないわけではなく、ちゃんと香ります。香水はちょっとなーっていう人とか、ボディミストいいと思います。というわけでね、これらの詳細は概要欄にリンクありますので、よければご覧ください。というわけで今回は以上でございます。動画いいなと思ってくれたらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。